バレーボールワールドカップは国際バレーボール連盟が主催するバレーボールの世界大会である。世界選手権、オリンピックと合わせてバレーボール三大大会として位置づけられている。1965年に男子の第一回大会が開催され、1977年以降は4年に一度日本で開催されている。大会マスコットはバボちゃんで大会ロゴマーク、 放送権を独占するフジテレビバレーボール中継のマスコットも兼ねている。バレーボールワールドカップは世界選手権、オリンピックに続く3つ目の世界大会として1965年に第1回ワールドカップ男子大会がポーランドで開催された。しかし、オリンピックや世界選手権より格が劣る大会とされて注目度は今一つであった。 日本で初めて開催となった1977年大会ではワールドカップ77は富士ネットワークの独占放送ですというフレーズとマスコットのバボーちゃん、ナナちゃんを用いての宣伝がなされた。さらに日本は男子が準優勝、女子が優勝という好結果を残したためワールドカップはバレーボールの大会というイメージが日本では定着した。また富士テレビが テレビ放送に力を入れたことから、日本において、馴染みが深い国際大会となっている。工業的な成功と、前田豊や松平安田からの尽力もあり、この1977年大会以降は、開催国が毎回日本となった。そして、富士テレビ系列の独占中継が、現在まで続いている。1995年大会にて、 V6 が中継番組のテーマ曲を歌うアイドル集団と名乗りデビューした。以来、嵐、ニュース、ヘイ、セイ、ジャンプ、NYC、ボーイズ、セクシー、ゾーンと、これまでにジャニーズ事務所から大会に合わせて5組のグループがデビューし、中継番組のテーマ曲を歌うのが監修になっている。ただし、2019年はデビューからすでに5年が経過しているジャニーズエストが選ばれた。 さらに、日本の芸能人、タレントが大会委員長の肩書きで出演し、1995年大会は、かが1999年大会は、タモリ、2003年大会は、勝利の女神として、伊藤美咲が務めた。2007年大会は、フジテレビの豊田明社長が大会委員長を務め、メインキャスターの肩書きで、嵐の桜井翔が、 日本代表応援団,団団長は、同応援団、ハネルの扉出演者を代表して、阿部川美穂子が担当した。2015年大会では、富所が噴するバボちゃん2号、バボ所が公認キャラクターとなった。なお、中継番組のテーマ曲自体は1985年から1991年の大会にも存在しており、すべて女性アーティストによるものである。 応援コールの定番である日本、ちゃ、ちゃ、はこの大会が日本で開催された直後から言うようになった。1973年に男子大会がチェコスロバキアで開催される予定であったが諸事情により中止となった。2007年大会は代々木第一体育館がアスベスト除去工事中のためメイン会場を東京体育館に変更して開催した。 テクニカルタイムアウトや休憩時間の長さが日本戦と比べ短いことなどがイランのベラスコ監督により批判されている。男子は2011年大会の米国イタリア第1セットの39から41。女子は2003年大会のキューバブラジル第3セットの39から37。ワールドカップに出場できるのは全部で12カ国で2019年。 大会は以下のように選出された。大会は12チームによる1回総当たり戦。2011年大会の場合の順位は FIVB スポーツレギュレーション8条で規定されたセットカウントで付与される勝ち点ポイントによって決定される。これはワールドグランプリなどと同様の方式だがトータルポイントが同じチームが出た場合は若干異なり勝利数、セット率、 得点率の順で適用される。それでも値が同じ場合は、最新の試合で勝利したチームの方が上位となる。以前は、勝敗数、得点率、セット率の順での評価で、それも同じ場合は一発勝負のプレイオフも、想定されていた。かつては、ベストスコアラー、ベストサーバー、ベスト6なども対象だった。2015年大会では、ベストスパイカー部門1位の種、が、 MVP となったため、同部門は重複せず、2位と3位の2選手が受賞となった。日本開催以前は、TBS テレビで中継を行っていた。日本開催となってからは、富士テレビジョンがホスト局となり、会場時をエリアとする、富士ネットワーク系列局と共に中継、国際映像の制作を担当、全世界に配信している。地上波のほか BS 富士、 フジテレビワツ2でも放送されている。なお、CS での日本戦の試合の実写放送では、中継番組のテーマソングを歌う場面は、カットされている。また、地上波においては、セットインターバルのところでは、ジャニーズ事務所所属タレントや MC、来賓の芸能人、文化人らによる、幕イトークが放送される箇所は、CS では別の映像に差し替えている。 フジテレビワンツーネクストで2011年大会においての関連企画として1977年以後の大会の中からの日本代表に関係する試合を取り上げてその試合映像をノーカットで振り返るワールドカップバレー黄金伝説をシリーズで放送している。ふとじは最終ラウンドの日本戦会場。ありがとうございます。